まあ、写真が変わっていますけれどもね。霊的に発達した人は肉体もそれに対応して、大体男性の場合にはそのようになります。非常に豊かな胸になりますね。まあ、これはマハルシが、まあ年は取ってきてもまだ肉体的にね元気だった頃ですね。まあそれこそ土瓶かやかんと杖ね、あとはふんどしと、まあ、タオルぐらい。中村さんもこのようにシンプルライフを送れたらいいと思いますでしょ。ねえ、霊的に高揚してください。うん、タコタコアーナー 毎日童謡でも歌ってたら、わらべ歌でも歌ってたらね、うん、いいけどね。質問ですね。真の教師、サドグルの特徴はどういうものですかと。サドグルですがね、これはサトとグルの合成語です。 SAT とグル SAT-グル ね。で、これを続けて書くと T と G が温情、連情っていうのを起こして、続けて書くと SAB グル、サドグルってなります。サンスクリット語の T などはね、その後に有声音グというような有声音が来るとドゥに変化します。それでサドグルって言ったら、で、じゃあ サトとグル、サトは真実在セルフと一緒です。サトっていうのはサトチとアーナンダってあるでしょ。サトはねビーイングです。英語ではビーイング、あるいはリアリティとかセルフと同音語です。真実在って日本語で岩井さん書いてみたら、真実在と一体になった方、一体になったグル、マスターね、それをサドグルって、グルでだけでもいいんですが、特別敬意を込めて言うときにはサドグルって言います。尊敬の念を込めてね。サツと一体になった、サツを各地現状した、セルフを各地現状したグル、マスターって意味ですね。グルだけでも一緒なんですがねの特徴はどういうものですかとね。エセ教師、エセグルもたくさんいるわけです。日本人たち、アメリカ人たちがインドに行ってグルハント、グルを探しに行っていうところでね、大体出会うのはエセマスターが多いわけです。それもしょうがないんだね。自分はそういうのに惹かれるんだから、うん、例えばマハルシって言ったって、ラマナ・マハルシもいればね、マヘシ・マハルシ、マヘシ・マハルシ・ヨーギっていうのもいるな。ペテンシ、ビートルズのグルだった人ね。ビートルズたちがヒッピーみたいで、ヨーガ、瞑想、トランスに入る瞑想をやって、その時の、マスターっていうのがマヘッシュ・ヨーギでね、プンジャージーの本にも出てきますよ。ああ、あれはインドでは頭のいい若造だったんだよって、こんな感じで出てきますね。その後商売上手で世界中に支部を作ったけどもねって、そんな話で出てきますよ。プンジャージーの本にもね。日本では読売新聞かどっか出版、彼の本を出して、超越瞑想っていうので非常に有名になりました、日本では。で、サホダヨンガの教師をやってた山田君っていうのは、九州の方にいる人がなんか興味を持って物を買ったんですって。念力で動くとかなんとかっていうのは、不思議に思って分解したら磁石がなんか入っててねこうやると、うん、仕掛けがあって動くんですって。それで本は良かったのでね、尊敬してたんだけどもって悩んでた人がいるわけね。有名な、サウダヨガでは有名な教師でした。僕はそういうのに引っかからなかったですね。ヨガやってる年数は少なか
かったけれども、そういうのにはサイバーバーとかね、マハシヨギとかね、そういうのには一分も引っかかったことない。木村先生は有名人好きなので、サイバーバーの後追っかけたり、なかなか会えないとか言ってましたね欲望があると、有名になりたいって言うと超有名人に会いたくなるんですね。あのファンたちが、まあスターを追っかける追っかけ子たちっているでしょ。あれはね、憧れるっていうほかに自分もスターになりたいっていう願望あるから追っかけるんです。自分はああいう世界、不浄な世界は嫌だって思う人は追っかけ子になるわけないんですよ。まあ皆さんが何を追いかけるか、 The Quest for 何々ね、The Quest for の後エセグルが来ると大変なんです。サドグルが来ないといけないのね。 Quest for サドグルならいいんですよ。それはサドグルっていうのは一人しかいないんで、その人にとってたった一人しかいないんですよ。だからなんで僕がラマナマハルシだけしか喋らないのかっていうと、一人なんです、サドグルっていうのは。教師はたくさんいるでしょ。もう霊的に真理に導いてくださる方っていうのはたった一人なんですよ。いろんな先生に習ってますっていうのは、それはレベルが低いお稽古ごとだからできるんです。あっちの教室にも行ってるし、こっちの教室にも行ってますってね。だから別にヨーガバーシティだけに限定してくれては僕は思ってないんですが、サホダヨーガに教師として席を置いてて、ヨーガバーシティに来て教材取っていって修行したふりするって、そういうエセグルじゃなく、今度は弟子はシシアって言いますがね、エセシシア、偽物の修行者は僕は非常に嫌うので、いびり倒して来なくなるようにしてきたんです。二股、三股、四つ股かけるっていうのは大体不潔だからです。ラマナマハルシの答え、セルフに堅固に安住し、いつどのような場所環境においても揺るぎない勇気を持って、すべてのものを平等感の眼差しで見ていることです。それがサドグルの特徴だって。まあ大変素晴らしい答えですね。まあ最初の方は分かんないかもしれません。セルフに堅固に安住しているかどうかってどうやって見るんだろうって、それは自分のティンキングが減ってこないと分からないんです。瞑想をじーっと2時間静かにしてたら、あれは優れたマスターだろうって一般の人は勘違いするかもしれませんが、女を考えてるかお金の計算してるか脳波読み取れば分かるわけですから。でもじーっと静かにしてられたら、一般の人にはちょっと区別ができないんじゃないかと思うんですね。禅僧とか容疑がじーっとね座って静かにしてたらね、さすがって一般の人はおそらく驚くと思います。頭の中でダチョウ数千羽が騒いでたらね、でも肉体は静かにしてられますんでね、それはね、別にね。静かにしてるっていうなら、クマやカエルだって冬の間静かにしてるでしょ今日カエルたくさん鳴いてたでしょ。だんだん天気下り坂で雨になっていくのか、そしたらカナリが突然ね、カエルは沖縄でも冬眠するのって僕に聞くんだね。冬寒いから土の中に潜って冬眠するから、なんで沖縄を思い出したのか、沖縄で冬眠するのって聞かれて、さあそれは僕も知らないねって言ったの。冬眠するにしても寒い間だからね、短い期間だろうって言ったんだけど、よくわかりません。まだ冬眠しないのって言うから、いや畑あっちこっちね、あのクワ使ったりシャベルで落花生掘ったりなんだりしてると、もう3週間ぐらい前には潜ってたのを出てきたりするから、もう冬眠に入ってるのもいるし、これから入るのもいるしね。そのカエルの種類とか年齢とかによってね、冬眠に入る時期は違うから、もし南の方に行けばもっと遅めでしょうしね、北の方に行ったらもっと早いでしょうね。だからじーっとしてるっていうなら、クマやカエルだってじーっとしてるんですね。
おそらく熊やカエルはもっと儲けようとか、次冬眠から覚めたら違うメス狙おうとか、そんなこと考えてないで冬眠してますよ。病人たちよりマシだと思うけどね。それでいつどのような場所環境においても揺るぎない勇気を持って全てのものを平等感ね、全ては現象源から出てきたね。ですからそこにつながっていることを見逃さない、それが平等感ですね。で、現象源のことをすぐ忘念するので、忘れるので、何遍聞いてもね、男は女を、女は男を、あるいはお金を、地位名声をって求めるね。まあここにね、現象源があって、パーッと現象世界を表したとしますね。まあ太陽なら太陽でもいいです。それから光線が出ていって、太陽と光線は別物ではないでしょ。太陽と日光は別物じゃないでしょ。でも太陽のことを忘れてね、日だまり、ここはいいし、あっちは寒いからとか、雲ってくると、まあ行楽日和ですが今日は残念ながら曇り、後雨でしょうとかって、太陽のことを忘れて雲から下のお話だけするのが天気予報ですよ。人間もそうなんです。太陽、あるいは神話の太陽を忘れてね、こっちの、まあこう逆さまに見、よ縦長にすると分かるわ、ここに雲があるでしょ。そうするとこの下のね、天気だけを気にして、太陽はいつでも雲の上に輝いてるんだっていうことを忘れて話すのが天気予報です。で、人間もそのような発想法を持って生きてしまってるんです。セルフを忘れて減少してきて、オスがメスを、メスがオスをとか、そのような横のインタービーングね、その減少減へのインタービーングの目はなくて、横での現象世界でのインタービーングだけで生きてるんですね。で、全てはこう出てきたもの、雲を含めて全てはこのセルフから出てきたんだからって、この意識忘れないことが、さっき言った主少年とか不毛年ですね。それを平等感というわけです。いつでも持っていること、一瞬も忘れないこと、周りたちはそれから離れたことはないんです。振りって言います。離れないね、振り意識、振りの意識ね、平等感、同じことです。だから何でもね、その元は、その元はって考えていってください。このナッパなんだろうね、わからないねって、どうやって作ったんですか、あ、これは灯明って言って、未煙銅をね、あのトロ箱に巻いて発芽させたものなんですよってね、の料理を見たら、その素材ね、元を見る力、皆さん食べるものでも飲むものでも情報でもそうです。特に情報ね、皆さんが目や耳から入れる情報、それはどこから来たのですかってね、必ず確認取っていって、あやふやなものはね、自分の頭で孕ませない方がいいんですよ。あやふやな情報と孕むでしょ。オウムの実験なんかそうでしょ。究極の下脱者なって、究極も何も下脱したことないのに、そういう言葉と孕んで朝原さんのお弟子さんになって殺人事件を起こしたわけでしょ、サリンやその他で。あやふやな情報とね、交わって孕む方も悪いんですよ。ですから孕ませる方も悪いかもしれないけども、受胎する方も悪いんですよ、頭で。だから先入観念はもうすでに孕んでしまったものですから、捨てなさいって言うんだけども、そんな堕胎できませんなと、安福さん、そんな罪なことできませんなと思ってるわけ。家内だってそうですよ。親から刷り込まれたこととか、そっちの方が王に価値観を置いて生きているから、まあ僕とはまるっきり生き方が違います、当然ね。まあエリちゃんはいろんな格闘があったわけね。
まあ、昔はね、中国ってすごいですねって、もう浩二さんから教えられたことね、の情報ばっかし口から喋ってたわけ。頭で浩二さんの知識で孕んで生きてたもんですからね。それがだんだん入ってきて、いろんな知識が入ってきて、今は中国ってすごいですねっていうのおかしいって思うでしょ、当然今の頭では。中国の何がすごいのって僕の方で聞いてみなきゃないけども。だから、皆さんを縛り付けてるっていうか、皆さんをね、皆さんにとっての魚や、その、また忘れたな。かつお節はね、かつお節なんで忘れるのか知らないけどね。は、要するに皆さんがかつて耳や目から入れた、入力した情報なんですね。それが皆さんを支配しているんですね。はらんだっていうと子供のように思うけども、それが皆さんの親分で、皆さんがなんか下情下難みたいな働きをしているわけね。でラマナマハルシは何の下難かって言ったら、死というとこのセルフのね下難ですよね。そうじゃなく、この現象世界でエセグルがたくさんいるわけです。まあここはラマナマハルシの世界ね、ラマナマハルシの世界、ここにはエセグルがたくさんいるわけです。クエスチョングルね、クエスチョングルがたくさんいるわけです。でそれにいろんな情報を与えられて、究極の下脱者どうのこうのって、ここでエセ獅子や偽弟子がねはらんで、ここから上は見えないわけです。真理は見れないわけです。この人が最高って思ったらその上は見れないんです。ですからここでいろんなこの命令に従ってサリンバラマケとかなんとかって、こっちでごちゃ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 っていろんな現象を起こすわけね。だからそうじゃなく、じゃあ究極の下脱したっていうならその知恵はいかがなんですかって、中村さんじゃないエリちゃんみたいに質問しなきゃないわけ。とことん質問しなきゃないわけ。そうするとこのエセグルはバレてくると思うんですよ、究極の質問していくと。皆さんいろんな講習会に、まあ、これから行くことはないのかもしれないけどもね、行くことがあれば、そのようなことになれば、究極の質問をね発することができれば、究極の答え返ってくればいいけども、普通は返ってこない、ね、このラマナ・マハルシみたいにね、セルフに堅固に安住し、いつどのような場所環境においても揺るぎない勇気を持って、すべてのものを平等感の眼差しで見ていることです。そのような答えはまず出てこないだろうと思うんです。そのような答えをね出してくれる先生方が日本にはおそらくいないだろうと思いますね。ですからそういうような回答を得られるような質問が皆さんの頭の中に出てきてるかどうかっていうことが問題なのね。エリちゃんはやっとね3年ぐらいここに来て、3年ってまあもっと長いんだけども、修行はこの2年ぐらいですから、やっと一つ出たわけね、あれで。それでいいんですけどもね。だから皆さんもその究極の答えを引き出すための質問をが出るところまで自分で修行を煮詰めていかないといけないっていうことですね。ただその下の参考のところをご覧ください。自分意識エゴとしての一人称を持っている限り、二人称三人称の他アニアがありますが、多数の他を平等感で見ることができるのは下脱した聖賢だけです。下脱したっていうのはこのセルフ意識を持っている人だけです。セルフから自分の意識が離れない人だけですっていう意味ですね。離れて降りてきたならね、もう別な次元での分別がありますので、いろいろな分別の答えをしてしまうでしょうね、当然ね。でこの図はね、ここにあって下って書くとなんか分かりにくいので、これは四方八方現象源っていうのはね、この、真ん中にセルフの光があったとしてください。
こっから四方八方に光が散っていて、これ現象って意味ですよ。この光の線は、光線は現象ね。これは現象、源、源ね。源。上から下とかじゃなく、四方八方に広がっていくので、中心にあることになります。それでハート、核心って言うんです。ハート、核心。で、出た光も現象もね、いずれ寿命が来ると戻って、この現象源に戻って、現象源だけになるわけなんです。まあ、マハーパラヤヤって言って、大消滅とかも言われてますけどもね。そのことをラマナマハルシはちょうど雲がね、糸を吐いて、また糸を引き取るようなもんだって言ってます。この政府が雲でね、網の目を巡らすでしょ。巣。雲の巣作るでしょ。で、雲の糸をまた引き取るようなもんだって説明してますね。セルフが雲の糸、現象を吐き出して、それをまた引き取るんだって、収めるんだって。ですから僕らは、雲、セルフから吐き出された雲のネットの現象源で引っかかって苦しんでるんですよ。捉えられて。欲望あるから捉えられるんですよ。欲望なければスルスルスルってね、この、現象源の方に戻っていく、意識が戻っていくっていうことです。意識が戻って、意識が現象界のこっちに端の方にあるからね、このセルフと分離感があるわけです。肉体がこうマハルシだってね、こういう立派な肉体が現象界の果てにあろうが、地球のね上にあろうが、意識がここなのでセルフと不利なんです。それで平等感持てるんです。肉体がどこにあっても、意識が肉体のある場にしかないのが、さっき言った我心権ね。私はこの体だという意識ね、そういう意識ね。で、それを打破してセルフの方に戻していくのを僕は意識の拡張って言って、クリアヨーガのエッセンスっていうのはそれなんだって言ったわけです。3回目にね、1回目と2回目はまあ実習してやってたので。ですからセルフ、クリアヨガの意識の拡張っていうのは、意識を、肉体がどこにあろうともセルフの方に戻してやることなんですよ。現象源の方にね、戻してやることなんですよ。それがビチャーラ、探求と一緒なんです。ですからクリアもアートマビチャーラも違わないんだって、僕の中では違わないんだっていうことです。で、余計なのは考え事でしょ。テンキング、思い。だからそれを手放す、拡足ね。と、安幸さんとかね、池田さんたちから質問来たように、拡足とクリアヨガをどのように一緒にやれるのでしょう。そんなことできるわけないんじゃないですかっていうようなね、苦情が来たわけ。だから僕の説明を理解してないわけ。何にも。仏教とヨガ違いじゃありませんかなんてみんな言うわけ。キリスト教も。だってマハルシが言ってるようにね、カルマもね、ヨガもね、バクティもね、ユニャーナも、ハートに安住するという最終の目標では一緒なんだと。キリスト教も仏教もね。それを下道だとかね、ヨーガを仏教から見たら下道だとか、クリスチャンたちはクリスチャンでないのを非信徒だとかって、平等感に対して分別感ね、そこね。みんな分別感で生きてるのね、宗教の諸派も喧嘩して。平等感じゃないでしょ。全てはセルフの現れなんだっていう平等感、まあ、ラマナマハルシ以外にパーパーダーサーとかね、パーパーラーマダーサーとかね、自分意識、エゴとしての一人称を打破すれば平等感になるので、僕はヨーガスータラの一緒の二節を自分意識の発見と解消と訳したんです。意訳したんですね。従って凡人の定義も平等感を持っていないものと簡単に定義できます。もし下脱した人がね、平等感に立脚してそこから外れない人と定義できるならば、そうじゃない凡人は平等感を持っていないもの
別な表現をすると分別感を持って生きているものっていうことです。分別感、これは何、あれは何ってね、セルフと関係なく分けてしまう癖、それがナーマルーパ、ナと形に価値観を置いている人たちね。からセルフフォルダーに入るパスワードは自分意識の発見と解消ですよ、うん、チッタブリッティニオーダーっていうことですよ。平等感を持っている人が当サイトを見ることはないでしょうから、これ以上の打足は無用でしょう。平等感を持っている人がインターネットでヨガバスイティのサイトを見ることはありえないので、もうこれ以上説明しませんよっていうことです。平等感と分別感に関して何か分かんないことあります？いつどのような場所環境においても、だから皆さんの家庭においてもね、平等感を持てばそれでよろしいということでね、瞑想用のいおりがないから修行できないんですので、そんなこと言うのはその分別感に生きているボンクラだからだっていうことですね。難しいでしょ、中村さんたち。環境に関わらずって言われてもね、環境良くても分別感できるでしょうから、環境悪かったらますますダメなんです、だってね。平瀬はいいね、平等感の平らが入ってるから、一字だけ入ってるわ。うん。それはいい場所だわ。ね。平等感の平、平瀬を皆さんを思い浮かべて住んでいるところはね、平等感の平が入ってるんだと思ってください、うん、特別ご質問なければ今日はこの10日のところまでにいたします。お疲れ様でした。